よし、立体軌道で女型の巨人に接近しよう。ぼさっとしてんじゃねえ、行くぞ。逃がすかよ、絶対にここでとっ捕まえてやる。やつ高速を振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ、絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく、今度こそ仕留める。みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける、必ず。あんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ、今だ、一斉にしろ。ここに。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。
走るんだ。100年の平和は まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。開拓地域なんてごめんだからね。遅い。何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。いいな、カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。面倒な訓練だな。サボっちまうか。
おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。なんかこういうのって燃えますよね。まるで狩りみたいです。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。技術を高めるため競争は必要だと思うけど、そんな訓練で実戦につながるのかな。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。